スパム結びのレースパム結びは日本の伝統的な料理であるおにぎり、のり巻きとアメリカ軍料食として太平洋の島々に普及したスパムをもとに作られたハワイ州で一般的に食される軽食である。スパムは第二次世界大戦時兵士たちの主食であった。数多くの日系人が兵士として参加しており、第二次世界大戦後、 ハワイに帰還した日系人兵士たちがスパムをローカルフードとして広めたことがスパム人気の起源となった。スパム結びの発祥元となったのはカウアイ島にあるジョニハナというレストランである。1983年、ジョニハナの経営者バーバラ・フナムラが寿司を作っている際、押し寿司の方にぴったりハマるスパムを見てスパム結びを考案した。 他のハワイ諸島からカウアイ島に出張できていた人々がスパム結びを持ち帰り、スパム結びがハワイ諸島全体に一気に広まることとなった。アメリカ本土の日系人や第二次世界大戦後にアメリカ軍物資の影響でスパムが定着した沖縄県でも類似のものが食されることがある。また沖縄県以外でも天理ストミナラーメンでハワイ出店していた時に メニューにした名残で提供されており、現在はラーメンとセットで食する人気サイドメニューになっている。関東の一部ローソンでも発売されているが、形状がやや異なる。ロサンゼルスでもかカリフォルニアロールと並び一番人気な寿司ネタの一種である。日本においてはスパムそのものがあまり一般的な食材ではないため、ハワイ旅行に行って初めて見る人が多い。 日米の食文化が融合した料理といえる、スパム結びは多くの現地の人々に受け入れられたハワイの郷土料理であると言われている。見た目は握り寿司に似ているが、メッシは酢で味付けしない。ハワイのファーストフードとして人気があり、スパム結びや振りかけをかけたデラックススパム結びがハワイ集中の ABC ストアやセブンイレブン等のコンビニエンスストア、大学の食堂、 ファストフード店、時には道端の屋台で1ドルから1ドル半程度で売られている。適当な暑さにスライスしたスパムを生やまたはフライパンなどで塩コショウや現地の照り焼きソース、醤油など好みのソースをつけて焼き、米飯の上に乗せ、海苔で巻く。卵焼きを乗せたり、ふりかけ等で味付けをしたものも存在する。様々な風味のスパムを使用する人もいる。 ハワイ州内では、スパムカッターと呼ばれる、スパム結び専用のスライサーが広く売られている。また、ハワイのスーパーや雑貨店等では、寿司のように長いもの、一個ごとのもの、また透明プラスチック材や米が粘着しないよう、処理されたものなど、各種のスパム結びの押し型が販売され、最近は日本でも、通販で入手できる。また、ハーフサイズのスパムの空き缶そのものも、 抜き型として使用することができる。ありがとうございます。